flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. あ、誰の何あー、突破取ることスッキーノリノリでしたスッキーとか言うんじゃないですかポンポンポンレジンジェーズでも、それなりだな、うんじゃあ最後のなんていうかもうあーもうそろそろ出発ですね。はい、何してるちょっと DC10 DC M 何いつ来た DC10 ね DC10 DC10 は分かったんですけど、何ですかその格好は。ジョーカー関係者以外ダメ。入っちゃ見てくださいゲストパスもらってます。なんでもらってんのゲストパス、おかしいって二人、あのおかしいから、それはどこ行くんですか。ちょっといや DC10 足押さえていっぱい台本なんでしょう。多分このほらお弁当あげるからさ、これ帰ってくるんだな、これ。あざーす。あざーすじゃないっすよ。お願いします。お願いします。それではですね、まずこの DC10 スーパーヒーローの誕生なんですけども、では早速ご登場いただきましょう。 DJ コウさんどうぞ。DC コウでお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。DC コウでございます。皆さん今日学徒会 DC コウさんにとってメモリアルイヤーなんですね、はい、今年は。そうなんです。実はですね、はい、今年で60歳還暦をもう8月に迎えさせていただきます。ありがとうございます。現役で DJ ブースでユー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 ってやりたいんですね、そこは。はい、 DC で出演させていただいて、なんかすごく縁を感じますね、そこはね。ありがとうございました。ついに6月25日から9月の5日まで、天の声さん、おはようございます。DJ コウです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。そして第1回のゲストはこの方です。DJ コウさんです。DC コウです。よろしくお願いします。では。
早速ご登場いただきましょう。お願いします。あのね、さっき実はオープニングセレモニーの今日はゲストで来て、はい、すいません、はい、あの今日コウさんが出るイベントの司会やられる方ですよね。はい、そうです。あのちょっと一個お願いがあるんですけど。あ、はい、はい、どっかのタイミングでコウさんのサングラス狙ってほしいんですけど。で、僕は後からちょっと怒られたりしません？大丈夫です、大丈夫です。マジですか？はい。あ、なんかスーサイドミッションな感じ。いいですね。じゃあ、司会頑張ってください。こういう感じです。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとジョーカーを見てて、そうですね、ジャック・ニコルソンのジョーカー見てて、はい、もうね、もう DJ コウさんはもう皆さんご説明ないと思いますけど、私があの DJ コウさんも今日は DJ コウさんに来ていただきました。はい、本当にありがとうございました。さんに会えてよかったです。どうぞ、こちらどうぞ。ありがとうございました。はい、また来ました。ありがとうございます。素晴らしいですね。やっぱりね、あの刺激あるし面白いですよね。そうですね。まだ今やっていただいても大丈夫ですか？はい、行きます。はい、チーズ。で、縦でももう一枚いただきます。はい、ありがとうございます。それは嬉しいな。ちょっと一個お願いなんですけど。あ、サインしてもらって。こういうところがもうオタクな感じがいいですね。いや、実はですね、ちゃんとあのなぜかこのグラミックス、これを持ってたんで。ありがとうございます。ちょっと盤面にサインと嬉しい。あの自宅にアドコメの本を探すついだにもう一枚買って聞くよう考えてます。当然じゃないですか。ありがとうございます。でも その前にさっきあの会社の写真集ちゃんと持ってましたからね。あー、なるほどね。会社はやっぱトーク盛り上がったんですけどね、なんか本当にコンビやって全然おかしくないなっていうのはすごく思ったんですよね。すごく思ったんですよね。すごい感じです。これ黒埋めますよ。よっかあ、ダメ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 ダスーパーマンのね、あのメメの取っちゃいけないぐらい、やっちゃいけないこと今したんではないかと言ってもやっぱり両親がおさめ全然大丈夫です。ダメだ、それは。コウさんはこれでこうか。そう、何がなるとも行けないっていうの。でも打ち合わせした時スピ結構あれでしたよ。スピとか言うんじゃないって。